そこから入ってきたわけであれここ梅だってっていうぐらいの印象です大阪府の吉村知事が驚いたのは JR 大阪駅の北側で大規模再開発が進められている梅北2基地区通称グラングリーン大阪です 再開発エリアのおよそ半数をこうした芝生が植えられた公園になるということで梅田とは思えないような景色が広がっているんですが今年9月には JR 大阪駅から直結の歩行者デッキも完成予定です先行待ち開きまで100日となった今日記念イベントが行われ今年9月にオープンするターミナル駅直結の都市公園としては世界最大級の規模となる梅北公園や 一部の商業施設などが公開されました観光スポットにもなっていきますし、たくさんの会社が集まる企業集積の、まあ、経済の拠点にもなっていくなと思います、それ以上に、ですねやっぱり大阪の皆さんに愛していただける場所になっていくといいなというふうに思っています今、大阪で再開発が進むのは、海北だけではありません。 大阪城の東側、森の宮エリアにやってきました。この場所に今まさに建設中なのが大阪公立大学の新しい建物ということで、来年秋にオープン予定です。大阪公立大学の新たなメインキャンパスとなる森の宮キャンパス。コンセプトは地の森ということで、 広さおよそ一万九千三百平方メートルの敷地に。地上十三階建ての校舎やガーデンテラスなどが作られ。学生教職員合わせて、およそ六千人が通う予定です。そして、実はこの目の前にも空き地がありまして。ここには大阪メトロの新駅も建設予定ということです。二千二十八年春開業予定の。 大阪メトロの新駅大阪府や大阪市大阪メトロなどが参加する大阪城東部地区まちづくり検討会はこの新駅のそばに1万人以上収容できるアリーナなどを整備するほか駅ビルを作ることなどを決め駅ビルの屋上には空飛ぶ車の離着陸場の整備を検討するとしています開発が進む大阪東エリア 今年発表された工事地下では、大阪市上東区大阪メトロガモ四丁目駅近く、通称ガモ四と呼ばれる場所が上昇率3位となるなど人気も高まっています。住環境がいいのと子育てがしやすいのと公園も多いですし、学校の周りに塾も多かったし、なんか病院とかも近かったし、そういう面を見てはい引っ越し決めました、ね。 ささらにさあこちらは中之島エリアですこの場所に来月、グランドオープンしますのが、中之島クロスというこれ未来医療の拠点でして、こちらでは大学や医療機関、さらにベンチャー企業なども連携をしていくということです、この中之島はライフサイエンス、ヘルスケアの拠点として、再開発が進んでいます2025年の大阪・関西万博に向け、各地で開発が進む大阪。 これから町はどう変わっていくのか